吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。本日は友人の佐村俊明に鳴瀬駅 JR 横浜線の鳴瀬駅でお会いしました。彼は今日は陳情に行くそうであります。東京都や国会に陳情に行くということで、内容は小田急多摩線の延伸を促進させるということで、この議員連盟で皆さん方行かれるそうであります。町田市、相模原市、この相川の関係の皆さん方で一緒に作っているこの議員の連盟の皆さん方が行かれるそうであります。ぜひこの私も小田急多摩線の延伸というのを前から願っておりますので、こうした動きというものがスムーズにいきますように。この鉄道の延伸ということで考えますと、道路から鉄道へというのがこれからの時代でもあるだろうと思います。道路と鉄道が重なり合って皆さん方の生活がスムーズにいきますよう、もっともっと人口が増えていく地域であります。そうした皆さん方の願いをぜひ実現してもらいたいと思っております。私もこうした動きにぜひこの一つの力として参加させて、ささやかな力ですが参加させていただきたいと思っているところでございます。終わります。